ブラキライナ・フィレンシスは、キク科の常緑鉱木の一種である。木材としては、ムフフという名称で知られているが、これは、スワヒリ語における故障である。ブラキライナ・フィレンシスは、アンゴラのウィナ州で採取された、標本アントゥニーズ121に基づき、ドイツの植物学者、カール・アウグスト・トーホフマンにより、1902年に、被災が行われた。 その後ケニアで採取された標本をもとに1910年、イギリスのジョン・ハッチンソンがブラッケリーナ・ハッチン祭の記載を行ったが、後に B ・ハッチン祭はブラキライナ・フィレンシスのシノニムとされた。少なくともアンゴラ、南アフリカ共和国、ジンバブエ、モザンビーク、タンザニア、ケニアに分布する。B インチは先の地域に加え、 ウガンダや南アフリカ共和国の原林ポポ州にあたるゾートパンスベルグで得られた標本もこの種にあたると報告している。低地乾燥林に生育するが、ケニアやタンザニアでは高値生やし、具体的には高度2000メートルまでの反落用樹林にも生える。常緑鉱木であり、樹高は通常10から18メートルであるが、 例外的に30メートルまで伸びる場合も見られ、樹幹は幅60センチメートルにまでなる。枝は、急な上向きで樹幹が狭く、地上に近いところで枝分かれする。ノコギリで切る際にすがすがしい香りがする。以下は部位ごとに解説を行う。樹皮は、灰色と茶色を混ぜた色で、縦方向にひび割れが見られる。葉は強大円型から、やや通らん系、基部は設計か。 進む先形で、先端は単線縁、葉囲は全円か挙子状、3から12位1から4センチメートル、外巻きである。若枝の葉には、クリーム色の毛が見られ、成長した葉は白く、下側に毛がある一方で上側には、光沢が見られる。花は、非常に小さく、白色か緑黄色で、登場花が、長さ2から3センチメートルの直立した和規制の、 塩水果樹につく。尾花と雌花は別々の木に見られる。メスに見られる種子のような見た目の果実は、円柱状化扁平で、基部に向かってある程度細くなっており、長さ2.8から4ミリメートル、5から8本の量が走り、重毛とか竜を密生する。無夫婦は硬く頑丈な木材として知られている。木材の質に関しては、対衝撃性。 つまり急激に衝撃が加えられた場合の抵抗力が極端に低く、ノコギリで切断する際はキメに沿って割れやすい傾向が見られる。剛性、つまり弾力性も低いが一方で非常に重くて密度が高く、また圧縮強さ、つまり木口に加えられる荷重に耐える能力も高い。曲げ強さ、つまり板材の両端に力を加えた際の割れにくさは重要で、 期間比重は0.83から1.0まで幅があり、時間をかけて緩やかに乾燥を行わないと、日割れや、木口割れを起こす恐れがあるが、一度乾燥さえさせれば、安定する。非常に硬いので彫刻や研磨は、困難を極める一方、動物の姿を模した木彫り細工などの工芸品が、無夫婦を用いて製作されている。またホテルなど、公共建築の寄席細工や工場。 倉庫の床といった人やフォークリフト等の重機が上を行き来する環境において床材として用いられる。その他の用途としてはポールや柱、燃料としての活用が見られ、ケニアの菊油人もかつては集落の柵や家の仕切りを呼び屋根を支えるための棒としてまた焚き木として使用していた。一方、ケニアやタンザニアで無夫婦を用いた木彫り採掘産業が 盛んであることやモザンビークで、無夫婦の切り出しが増加していることは、種の存続に対する懸念材料として、IUCN から扱われている。また、日本の公益財団法人地球環境戦略研究機関、国際生態学センターにより2005年12月から2007年9月にかけて行われた、植生調査によると、ナイロビ市中心から15メートル圏内に位置する、 保護林であるカルーラフォレストやムゴングロードフォレストはケニア森林局によって管理がなされているにもかかわらず近隣住民による木の伐採や焚木として利用する行為放牧された家畜による食害の例が見られ特に有用機として認知されているブラキラエナフイレンシスに関しては伐採が行われた痕跡が多数見られたなお精涯も得られ 主要成分は、アルファ・アモルフェンをはじめカラメネンなどと、いずれもセスキテルペンタン化水素類である。ケニア、ナオコのアントゥーニーズ121の正規準標本は、ベルリンガーレム植物園に所蔵されていたが、現在は失われてしまっており、副基準標本が、イギリスの旧植物園とアンゴラの農業研究所に、残るのみである文献全体の出版年は1903年で、 あるが、表紙の次のページの記述により、ピアニッシも1208は1902年5月2日に、刊行されたということがわかる。この記載の際、バティスカム27及びバティスカム54の2つの標本が用いられたが、後に、ビーンチにより、標本番号54番の方が、選定基準標本として指定された。英語、ラテン語、ドイツ語、ラテン語、英語、 日本語、英語、ありがとうございます。